中学受験どっちが勝つ。最近もあのグミ入りまくりじゃないですか、はい、めっちゃ入ってますね。いろんなお菓子がなくなる中グミだけはどんどん増えてると。そうですね。そういうことであの変わったグミができてきたんで、うん、あのちょっと見つけて買っちゃいました、はい、陽明酒ですか。これ陽明酒までもグミを出しちゃった食べ子動物。そう、ギンビスまでもグミを出しちゃった。全然グミメーカーじゃなかったのに。それでこれがまああのユーハ味覚糖、はい、まあ、だからグミをもうガンガンにやってる会社ですけど、はい、でもあのユーハ味覚糖ってあの忍者飯もやってるんですね。あ、はいはい。あのでも忍者飯ってもともとグミと全く関係なくて。そうですね。だからちょっとよく噛んでなんかあの腹持ちいいみたいな、はいはい、確か小腹が空いた時に食べるものをやってた気がするんですよ、うん、はい。グミと合体しちゃったさせちゃってるんですよ。めちゃくちゃやん。めちゃくちゃそうね。そう、グミが流行るからってこういかにせない感じがしますよね。そうですね。そう、でもなんか食べたくなるねこれね。そうですね、はい、なんかあの近所のセブンイレブンもあのコーナーが2つに増えました。え、そう、グミの。あ、そう、はい、めっちゃやっぱりグミがなんか売れてますね。え、2つでも側面にもグミとかなかった。あんまでもいいよ。一田先生、今日のどっちは中学受験理科の自学用問題集ルートどっちがどっち。今日これはですね、はい、リクエストで、うんうん、なんか理科の自学用の教材、はい、何かないんですかっていうのがあったので、うん、まあ、それについて、まあ、やったんですね、うんうん、やろうということで、で、まあ、あの算数もやろうかなと思うんですけど、うん、まずは理科からということなんですね、うんうん。でまあ、理科っていうのは塾でも普通はですね、うん、昔までは4年生から開始している、はいはい、あの3国はやっぱり主要教科なので、うん、もうちょっと低学年からやってたりもするんだけど、うん、まあ、理科っていうのは4年生から始まるっていうのが定番だったんですけど、うん、今はもうちょっと早い学年からやっているような塾もあるかもしれないという中で、塾に行く前に自分で勉強するとなれば何をやればいいんですかということになると、まあ、最初に思いつくのは学校の内容のなんかドリルみたいなやつですよね、うんうん。これはあの理科に限らずいろいろあるんですけど、うん、でもそういうドリルってもうめちゃくちゃ簡単なんですね、うんうん、もう本当にもう教科書が分からない人用のドリルみたいなのが大体ほとんどみたいな感じなんですね、うんうん。なので受験の、まあ、理科とはかなりの差があるということなの で、うん、受験に結びつけるような自学教材っていうのはなかなか見つけにくいんですね、うん、そうですね。で、まあ、自分で勉強するとなると、はい、まあ、塾の教材ですね、うん、塾の教材の中には結構いいものもあったりするんですけども、うん、はい、一般人が手に入れるのって難しかったりするんですね。そうですね。まあ、例えば四谷さん、うん、四谷大塚の予習シリーズとかもそうだし、うんうん、あとあの塾用教材ですね、うん、専業の教材会社が作っているものとかでも結構いいのあったりするんです、うんうん。例えばあの中学生がやる新注文ですね、うんうん、新注文の数学とか、はい、英語っていうのは、はい、あの公立高校受験生めちゃめちゃ使ってるんですよ、うんうん。結構中身もすごくいいんですけれども、うん、それ の、 あの小学生版の新証文なんかはですね、これ昔話したことあるかもしれませんが、うん、実はそれほど、まあ、これ言ったら怒られるかもしれないけど、うん、塾仕様に全然対応してなくて、はいはい、あの塾をずっと専門にやってるものから見ると、うん、これちょっと範囲偏りあるなとか、うん、これが載っててこっち載ってないのっていうのはあったんですけど、うん、あの最近はねすごく良くなってます。あ、そうですね、はい、この間あの私学に通ってる生徒ね、うん、私立小学校に通ってる生徒が学校で使ってるやつの質問で持ってきたの見たんですけど、うん、こんなに良くなってるの、はい、あ、そうですね、昔に比べるとレベル上がっていて、うん、いいんですけど、これもまた塾用教材なので、うん、そう簡単に手に入らないんですね。そうですね、ネットで買ったりするとちょっと高くなっちゃうと、うん。で今回は一般の書店ですね、うん、僕なんかよくお世話になってる純駆動さんとか、はい、そういうところで普通に売ってる教材の中からすぐ手に入るものの中から選んで、はい、こういう順番でやっていけば、まあ、一通りの形にはなってますと、うん、いうものを、まあ、ご紹介していこうというふうに思ってます、はい。でまずはですね、いきなり問題集っていうのだとわからないと思うので、ちょっと軽い解説がついていて、まあ、その先に問題とかが載っているものを紹介したいと思います、うん。それがまずはこれですね、はい、これでわかる理科修学3年、4年、5年で6年生持ってくるの忘れました。で、まあ、シグマベストのやつですね、はいはい、文英堂さんですね、うん。で、これは、なんていうのかな、何がまずいいかっていうとですね、うん、学年ごとにちゃんと分かれてそうですね、うん、はい。で、中身がこう、なんていうのかな、いろいろ説明してあるのって結構あるんですけれども、うん、あの修冊のものがあるんですね、うん、3年から6年用とか、はい、4年から6年用とか、うん、みたいなやつがこの分厚いやつで売ってたりするんですけど、うん、それってなかなか開きにくいんですね、うん、特に低学年の子にこれ開いて読みなさいってなかなか言えない。そうですね、それがこれ学年ごとに分かれているので、うん、これをやれば3年生レベルのことができますね、うん、まあ、少なくとも教科書に書いてある3年生レベルのことはできますね、うん、みたいな感じで、まあ、分かりやすいんです、うん。
でしかもまあこれあのバランスもいいですね、うん、でまあ最初に、非常に説明が載っていて、はい、でその次に、教科書の問題ができますよレベルのがあって、うん、その上に、テストに出る問題、うん、もうちょっとレベルが高い問題、うん、という形でそういう順番に整理してあるんですね、うん、でカラーで、まあ、図表もとても見やすいですね、うんうん、であの子供がね勉強しやすいように、うん、まあ例によってイラストとかもいろいろ入っていてですね、はいはい、あのなんかね白衣着た先生とか、はい、イラスト、はい、子供の絵とかも載ってたりしてですね、うん、なんかあのやる気になる、うん、あの退屈しないでできる感じ、うん、堅苦しくないです、そうですね、だから自学にはとても向いているという感じで、うん、まあこれがまあ3年生4年生5年生、うん、6年生までありますね、うん、だからまあこれに沿ってですね、うん、順番にまあ読み進めていく、うん、でお子さんが一人で、まあ、特にまあ3年生とかだったら読みにくいかもしれないし、うん、意欲のある2年生のお子さんとかでもまあやったらできると思いますね、うん、ただしこれはあの親御さんと一緒にやるといいと思います、うん、または4年生ぐらいでちょっと苦手だっていう人がここに帰ってやってもいいですよね、うんはい、でその次の4年生もその先やったらいいし、うん、逆に言うと5年生の単元で苦手な人はこれやってもいい、うん、という形で、まあ、これをまあ基本として進めていけばいいでしょう、うん、ということでこれで基本的な理解はできると思います、うんうんただ、うんまあ、受験に備えるということになると、うんまあ、テストの問題を解かなきゃいけないので、はい、ちょっと問題演習が足りないんですね、うんうん、で問題演習になるものをまたこれ学年別になっているものを探そう、うん、ということになると、うん、でこれですね中学受験理科の基本問題小学4年と5年と6年ですね、はい、でこれ日能研ブックスですねそうですねあのいつもよくあの偏差値のところでお世話になっている R4 の、うん参考にさせていただいている日論研さんが、はいまあ、市販本として書店に出されているものですね、うん、でこれがあれですよね、うん内容はですね、この4年生で見たら最初に、要点のまとめが軽くあって、うんはい、でその次にレベル A の問題、うん、レベル B の問題、うんでそれの繰り返しとなっています、はい、でそこまでカラフルではない、うんまあ、大体2色ぐらいであとまあ活字の濃さがあって、うんはいはい、青と、ねまあ、普通の白黒グレーとかそんな感じでまあ、そこまでカラフルじゃないんですけど、まあ、問題解くならこれぐらいの方がいいかもしれませんね、うん、で、基本的な問題、うん、単純な知識で答える問題から、うん簡単な実験までしたところまで入っていてで A 問題がだいたい正答率が100から 80%、うん、B 問題が80から 50%、うんというぐらいの問題が集まっているのでそんなに難しくないんですね、うんですからこれはまあ正解しなきゃいけないねっていう問題の集まりということになってますね、うん、でこれがまあ5年生、うんもまあそのような形でまとめられているし、はい6年生もそんな形になっているということで、はい、これを、このよくわかるのを読み進めながらですね、うん問題を解くときに必要なものはこっちから選んでいくという形で、うんかなり、理解は進んでいくと思います、うんただこれは本当に基本問題なので、うんじゃあさらに上も解いてみよう、うんここまで自学でやって、なんとか、理科が嫌いにならずにやっていきました、うん、っていうならこれでいいと思うんですね、うん、でももっとやりたいって思った場合はですね、うん、さらに問題このレベルこれよりも上になるレベルの問題集がありますね、うん、でこれですねあのウイニングステップ、まあ、小学4年5年6年で、まあ、これもあの日農研ブックスですねそうですね今回はちょっと日農研さんの結構たくさん出てきてます、うん、本屋さんですぐ売ってて買いやすいんですね、うんうんはい、しかもあの学年別になっているのが、結構網羅性があるというか、はい、きっちり分かれてるんで、うん、使いやすいというふうに思います、うんはい、で6年生は2冊に分かれてますねそうですね、はい4、5は1冊ずつですけど、うん、6年生は物価と生地で分かれてますね、うんうん、そう生物地学はなぜか理科一致ってなっててなんか逆ちゃうかって気がする、はい、そうですね中学の逆ですよねなんとなくね、はいはい、で昔はですね実は日農研さん高学年はもうちょっと違う割り方をしてました、うん高学年用の実験編みたいなのが売ってました、うん、これあの昔からこれ気に入ってて持ってるんですけどそうです、はい、そうですねでこれあの中身はもう実験ばかり載っているということになってます、うんうんはいこれなかなかだったんですけど、うん、今ちょっと絶版となってしまって、はい、残念ですけど、うんまあ、特に、うん、あの中上位校ですね、うん、は、必ず実験問題が出てきて、うんまあ、それがまあ入試のトレンドというかね、うんまあ、当たり前というかね、うん、単純に覚えておきなさいよっていう問題も結構出るんですけど、うん主戦場は、実は、実験系の問題だということで、はいまあ、こういうものを早いうちからやっておくっていうのは、うん、あのためになるというふうになりますね。でまあ、これはあのなくなっちゃったんですけど、うん単元別になってこのあれですね6年生の分冊の中にはちゃんと入っていると、うん、そうでまあ5年こう低学年の中今低学年で分かるレベルの実験はもちろん入っているということになりますね。でこの中身がどうなってるかということなんですけど、今度はですね、もういきなり例題から始まってます、はいはい
例題でその考え方、うんうん、そしてレベル A の問題、レベル B の問題、うん、そして最後はレベル C の問題まであります、うんうん、で結構これ最後レベル高いですね、うん、あ、ほんまですね。そう、なんかあの図表で結構大変なことまで聞いてきたりもしてます、うんうん、生物とか、うん、そういうやつでもあの結構実験的なことをしてるんで、はい、なのでここまでやるとですね、うん、かなりのレベルまで到達する、うん、まあ、偏差値でいうと、まあ、50後半ぐらいまでいっちゃうんじゃないかなというぐらいのところまであると思います、うん、はい、で、まあ、こんな感じで基礎的な問題をやることになるんですけれども、うん、で勉強はですね、まあ、6年生の単元まで進めば、うん、でこれ最初言ったかもしれませんけど、一般の塾だと5年生が終わると受験の単元全部学ぶんですね、うんうん、ですからこういう市販本だと、まあ、ひょっとしたらですね6年生までやらなきゃいけない可能性が高いんですね、はいはい、はい、でそうすると6年生の範囲までやると、うん、今度はまあ軽く総復習したり、うんうん、チェックしたりしたくなるんですね、うんうん、でそれにちょうどいいのが、うん、これですね、理科メモリーチェック、これも日農研ブックスです。そうですね、だから今回あの日農研なのは理科の緑ばっかりなんで、うん、そう、でもまあこれも結構いいです、うん、これ前半にあの基礎力チェックみたいな、うん、弱点診断テストが、うん、一問一答的なね、はい、前半を軽く聞くやつが並んでいて、うん、最後に、後半部分がですね、うん、その単元に絞り込んだことをさらに論点を増やして聞いているという形になるので、まあ、基礎力のチェックにちょうどいいんですね、うん、だから先ほどの、基礎問題の内容がちゃんと全部分かってますかと、うん、いうことを再チェックするのにというふうに思いますね、うん、実際の、試験に備えようとなると、うん、まあ、これだけではやっぱり足りないってことは起こります、うん、じゃあ何が必要なのかっていうとですね、うん、まずは必要なものはですね、資料的なものが必要になるんですね、うん、だから図表が載ってたり、はいはい、植物や動物とかの、うん、もっと細かな図が載ってたりですね、うん、いろんな資料になるものが必要になります、うんうん、でそれがですね、うん、昔はあんまり売ってなくて、うん、よく使ってたのがですね、なんか中学生用のなんかの理科便覧とか使ってたり、あとはですね、まあ、僕が昔好きだったのは、あのあれですね、理科辞典、はいはい、受験研究者、はい、マノマークの受験研究者です、うん、これないかな、本ないか、まあ、あの確実に重たいからの運んでくる気にはならない本めちゃくちゃ分厚いんですね、うん、そうだから昔でも5000円ぐらいしたの本、はいはい、でもすごい辞書的なやつで図を調べるっていう感じで、うんうん、しかもあの小学生用じゃないんでちょっとずれてたりしたんですけど、最近あのいろんな出版社が出してくれてまして、でまず第一が、はい、でこれですね、あの入試に出る植物図鑑、Z 回ですね、はい、これはまああの植物の方で、これまた違う分冊が何冊かあると思うんですけど、まあ Z 回さんのやつですね、でこれもなかなかよくまとまってますよね。そうですね、かなり体系的に書かれてるんで、はい、勉強になりますねこれ。そうですね、うん、はい、で同様のものがですね、まあ、これ Z 回さんの分冊なんで、まあ、これが一冊になっているのは、うん、これですね、はい、はい、あの比べてわかるできる子図鑑、これ応募者さんですね、はい、これもあのいい感じでまとまってますね、うん、はい、でまあ、これはあの1冊になってるんで、うん、まあ、お手軽です、うん、でまあ、その分まあ情報量としては Z 回の全部揃えたよりはちょっと少ないかもしれないんですけど、うん、まあ、これでもだいぶいけてるという感じがしますね、うん、でこの辺りはですね、うん、昔ね、うん、1年半ぐらい前かな、うん、4年生の冬休みにこれをやったらいいですよ、うん、っていうことで、うん、理科でね、うん、なんかあの面白い図鑑を見てください、はい、みたいな話を言ったんですけど、はいはい、その時はもうちょっととっつきやすいやつを紹介してます ね、 そうですね、低学年から見るための、うん、もっといろんな興味深いようなことをもっといっぱい書いてるようなやつを紹介しました、うん、で今回紹介した、まあ、これも実は紹介しましたその時、うん、で今回取り上げた、まあ、応募者と Z 回さんは、うん、そこまであの低学年の子は見れる感じじゃないですね、うんうん、そう、なんか本当に受験用っていう感じで、そうですね、受験用ですね、そうですね、情報をしっかり受験にいることが書いてあるっていう形なので、あの低学年の子は楽しく読めるかというとそういうわけではない、うんうん、低学年の子は楽しく読めそうなやつは、先ほど言いましたように、うん、1年半ぐらい前のやつかな、うんうん、の、小4の冬休みやればいいよみたいなやつを、はい、動画撮ってますのでご覧いただければというふうに思いますね、うんうん、そして、うん、最後にこれも重要ですね、うん、最近の入試のトレンドとしてはですね、うん、テストがですね、うん、適性検査、はいはい、中高一貫校のなんか適性検査試験っぽいのが中学受験にも出るようになってます、うんうん、だから資料とか、うん、まあ、データだけじゃなくてですね、うん、いろんな人の話が、はい、話の中からこれ読み取れとか、うん、そういった問題よく出てるんですけど、うん、まあ、その中には時事問題だとか、うん、環境問題だとか、はい、そういったことが問われることが多いですね、うん、で昔はあの時事問題って言えばですね、うん、社会でよく聞かれる、うんうん、ここ数年の、まあ、世界のニュースとか、うんうん、キリスト教系の学校だったらよく聞かれたりしたわけなんですけど、うん、
今はですね、理科もそういうのが出るので、うん、あの毎年よくいろんな出版社が出している、うん、理科社会のニュースですね、うん、その本も読む必要が出てきます、うん、これはいろんな出版社が出してらっしゃるんですけど、うん、あのなんか新聞系も、ね、うん、朝日とか読売とかも出してたと思います、はい、で他の受験系のいろんなところも出してます、うん、学研とか四谷大塚とか出してますけど、うん、今回はあのサピックスさんのを持ってきました、うん、はい、サピックス10大ニュース、うん、これ2023年のやつなんですけれども、うん、まあ、これ開くとですね、まあ、いろんな、まあ、ニュースっぽいこと、はい、環境のこととか、うん、この1年のニュースがぐーっとまとまってますね、うん、であと、まあ、問題も載ってますね、テストではこんなのが出るかもしれませんよみたいなのまで載っていて、はい、まあ、非常にあの至れり尽くせりという感じがします、うん、実践的なんですね。そうですね、で、まあ、これをですね、うん、まあ、6年生の入試直前だけ読むっていうのではですね、まあ、対応できるお子さんいるかもしれませんけど、日頃の世の中の動き全く知らない子ってたまにいますよね。そうですね、そう、まあ、さすがにあのコロナが流行ってたって知らん子いないけど、うん、例えばあの何て言うかな、どっかでウクライナで戦争やってて知らん子いるかもしれませんね。そうですね、なんか昔やったら、はい、なんかもう全然テレビ見ずに勉強しまくって全然戦争起こってるの知らない子いましたよね。あ、いたっけ。あ、昔ってやって、あ、中学、僕が小さい時です。あ、そうか、はい、だからやっぱり、あ、今いましたけど、はい、それ結構話題になりましたけど。あ、そうか、はい、あ、なるほど、今の子の方がまだ知ってるのかな。だと思いますね。あ、そうか、そうか、はい、だからまあ意外とね、あの小学生って大人が知ってるニュース知らなかったりするんですね。そうなんですよね、はい、だからこの単年度だけ直前見てもピンとこなかったりもする可能性があるので、まあ、これはですね、まあ、こういうものをまあ早いうちに取り揃えておいて、日頃からこういうのをネタに喋ってみる、まあ、去年のやつを取ってきて、あ、去年こんなことあったねみたいな感じで喋ってみるとか、1年2年ぐらい続いてることってありますよね。環境問題とかって普通続いてたりするし、なんか理科とかの発見とかも書いてますから、うん、うん、いろんなこととかって書いてあるので、はい、それをもとにですね、いろいろ日頃から、まあ、世の中の動きに注意してもらうというのも手ですよ、ね、そうですね、で、まあ、置いておいて勝手に開いて読んでくれたらそれはそれでいいということだと思いますし、うん、いいと思います、うん、だから身の回りのことに興味を持つってことはいいんですね、うん、でこういうのをまあ本を開いて見る習慣もないよという場合はですね、じゃあどうするかということなんですけど、まあ、あの YouTube で探してもいいと思うんですけど、うん、なかなか子供向きのこういう学習的な YouTube って僕はあんまり知らないんですね。そうですね、やっぱりなんかちょっと偏りが出ますよね。そうですね、なのでやっぱりおすすめとしてはですね、僕はあの E テレを勧めたいんです、うんうん、そうで E テレってあの、まあ、昔の教育テレビですけど、うん、今あの結構面白いんですね、うんうん、結構こんな、しかもあのこんな有名な、有名というかこんなエンターテイナー出てるのみたいな、うんうん、いろんなあれですよね、女優さんだとか、はいはい、あの芸人さんだとか、うん、こんな人が出てくれてるんだっていう感じで、うん、結構面白い作りになってます、うんうん、だからあの親がまず退屈しないと思います、うんうん、だからあの子供に、子供と一緒に見ててうわ、もうしょうもないみたいな、うん、いうのはないですね。あ、やっぱり商業向けではないからバランスよく作ってくれてるのがいいですよね。そうですね、だからあの、うん、なんか受けようっていう感じだけで、まあ、作ってる、うん、ひょっとしたら YouTuber いたりすると、うん、中身が変になっちゃう可能性あるけど、うん、まあ、E テレはですね、うん、ちょうどよく受けようとしてくれてるんですね、うんうん、だから教育番組であるってことから全然外さずに、はいはい、でもあの興味を持って見てもらおうと思ってやってるので、うん、まあ、これはあの NHK の受信料払ってる人間としたら、まあ、めちゃめちゃ見る価値があると思います。そうですね、せっかく払ってるわけですから。そうそうそう、で僕はだから昔ね、本当にあの子供にあのこれ見せようと思ってた時は、うん、もう本当にさまざまな番組をもう録画しまくってました、はいはい、そうだからずっと理科の実験の、うん、実験系のチャンネルがあったら全部その、うん、チャンネル全部録画して全部貯めてたんですけど、はいはい、結局僕も子供はあのテレビ見る習慣あまりなくて見てくれませんでした残念ながら。そうで、まあ、あのテレビを見てくれるお子さんだったら、うん、まあ、E テレとかもですね、うん、まあ、日頃から興味あるものを撮っておいて、うん、あ、これいけそうっていうのはあの見てもあの非常にあの役に立つと思いますね、うんうんうん、でもこれやっぱあれですね、すごいなんか見やすいというか編集がすごいちゃんとされてますね。そうですね、結構あの苦心の跡が見られるというかね、うん、文英堂さん頑張られたなという感じがしますね。すっと入ってきますね、これ。そうですね、これはあの非常におすすめではないかなというふうに思いますね。はい、はい、ということで、うん、まあ、まとめなんですけども、うん、でまあ、今日は自学用の教材ということでですね、うん、おすすめの本をまあ一通りのルートで言ってみたんですけれども、うん、まあ、これはあの自学しているという人ももちろんいいんですけれども、うん、この本編中でも言ったと思うんですけれども、うん、塾に行っているけれども、うん、ちょっとその塾の勉強がうまくいってない、うん、4年生の、まあ、4年生今始まりたてなんであまり関係ないかもしれないけど、うん、例えば今5年のこの時期でうまくいってない、うん、5年の春が終わって夏になろうとしてるけどうまくいってないっていう方がですね、まあ、4年生の範囲の復習をしようとかっていうことになった場合、塾の教材を復習するっていうのはまず第一の選択肢だと思うんですけども、うん、
子供は同じことやるの嫌がるケースもありますので、うん、じゃあ目先を変えて、市販のこういうのでちょっとチェックしてみようということも、うん、まあいい手であろうというふうに思いますよね。ということですね、うん、まあ、自学用の教材、今回おすすめしたものだけではないんですけれども、うん、他にもいろいろな、好みによってですね、本屋さんで見てですね、目に入りやすいとか、これなら勉強しやすいやつっていうのが見つかったらそれを選んでいただいて結構だと思うんですけれども、そういうことが判断がつきにくいという方はですね、参考にしていただければいいかなというふうに思います。今日はここまでです。